ニセフォール・デュドネ・ソグロは、ベナンの政治家。1990年から1991年まで首相を務めた後、1991年から1996年まで大統領職にあった。2003年から2015年まで12年間、国内最大都市コトヌーの市長を務めた。ソグロは、フランス領東部のバドゥで生まれ、パリ大学で法学と経済学を学んだ後、ベナンに帰国し、叔父のクリストファ・ソグロ大統領の下で、会計検査官を務めた後、スルミガン・アピティ政権の下で引き続き財政に携わった。1972年に、マチュー・ケレクによるクーデターが起きるとソグロは出国し、国際通貨基金に、次いで世界銀行に勤務した。1980年代末には、ケレク政権は、経済運営の失敗から国内での不満が高まり、1990年2月の国民会議によって、複数政党制の導入と民主改行政府の設立が決定され、帰国していたソグロが首相に選出された。1991年の大統領選挙でソグロはケレクを破り大統領に就任した。ソグロは IMF 流の構造調整政策をもって経済再建にあたり、ソグロ統治期の経済成長率は年平均 6% を記録したが、これは緊縮財政によって国民に痛みを与えるものだったため国内の不満は高まっていった。1996年の大統領選挙で、ソグロは、ケレクに敗れ下野した。ソグロは選挙の不正を訴えたものの、最高裁によってこの訴えは退けられた。2001年の大統領選挙で、ソグロは再びケレクに敗れ、大統領には70歳以上の者は立候補できないという憲法上の規定によって、次回大統領選のある2006年に、再び大統領に立候補することはできなくなった。2002年、ソグロは、ベナン最大の都市であるコトヌー市長選挙に立候補し、当選。2003年よりコトヌー市長となり、2008年の選挙でも再選された。2015年に市長を退任。後任は、息子のレアディ・ソグロ。ありがとうございます。